よし、じゃあ次のメンバーはまずリンクだね。リンクは連れてくとして、あとは追加メンバーの中でも特に気に入ってるシド王子とテバーで、最後にコウガ様ですよ前回電撃参戦したコウガ様を連れてこの布陣で行きましょう。まあ、ちょっと後から加入したキャラは武器がそんなに育ってなかったりすんだけど、まあリンクがいればどうとでもなるでしょうっていう気持ちですね。ああ、まあ、ちょっとコウガ様の操作感も面白いんだよね。ちょっと使ってみたんだけど、で始まりの大地に行くわけだ。こんなとこに何の用だって感じするけど、救援戦なんだね。始まりの大地なんかに味方がいるんだこんな時にふざけるんじゃないよ。取り使いやがって。甲賀様のパラセールでけえなゾロゾロ飛んでった。ついに封印の力が覚醒したゼルダ。あー、そっか、ゼルダ使ってやってもよかったなここの文章こんな一行だけなの初めてだなゼルダもなんかそんなに前回使いこなしてやれなかったもんね。覚醒ゼルダ、あの後ちょっと使ったけど、やっぱりちゃんと強かったわ、覚醒ゼルダは。さらには旧敵であったはずのイーガ団までも味方に加え、そうだね、ハイラルの人々は今一つにまとまろうとしていた。もうイーガ団取り込んだってことは、人と人の戦いはもうしなくていいってことだよね。あとはみんなで力を合わせてガノンを倒すだけと。そんな折、果ての砦に急報が飛び込んできた。うん、始まりの大地でハイラルの残存兵が苦戦しているという。残存兵。ゼルダはすぐに救援に向かおうとするが、まあ救える命は少しでも救わないとね。それからだな、反撃は。みんなまだ戦っている、急がなければ。ですが姫様、遠すぎます。今から向かっても。はいはいはい。あ、そんな皆さんに朗報だよ。あちらをご覧あれ。ああ、タワー。あれ、あれも乗っ取られたんじゃなかったっけ。あそこの端末からガノン復活で城の制御装置に干渉できないかいろいろと試してたんだよね。はあ、それが見事に大成功。シーカータワーは前期再起動したよ。はあ、やったね。とりあえず喜んでんなあいつらみんな急いでシーカータワーよくわかってないでしょ、イーガ団の皆さんは。例の移動機能を強化しておいたのさ。強化。強化ってそんな簡単に。まあ塔から塔に移動できるってことだよね、普通に。そいつに内蔵されてた謎の古代技術のおかげ。またお前のおかげか。そういうわけでハイラル各地の塔へどこへでも軍勢丸ごと瞬時に移動できるはずだよ。はー、行きましょう。ああ、それは救えますね。うん、残存部隊はこの辺りで敵と交戦中だそうです。みんな救援に向かってください。残存部隊ねえ、あ、ミニマップに4カ所出てんね、目的地が。とりあえずあそこに助けに行けばいいんだ。他部隊との連絡も途絶え、もう何が何だかハイラル軍は壊滅状態ですそこにイーガ団いるけど、こいつ仲間なんだよな。みんな戦況が把握できずに混乱しているようですね。うむ、俺たちも状況がさっぱりわからん。若い衆、ちょっくら偵察に行ってこい。偵察。はっ。イーガ団構成員たちが敵陣の偵察を始めた。なんか仲間になると頼りになるな、こいつら。で、あ、じゃあ、甲賀様にも活躍してもらおうかな。甲賀様ね、甲賀って呼ぶんだ。他のキャラ。ちょっとこの人またトリッキーで面白いんですよ。画面の左上の必殺技ゲージの下にさ、もう一本ゲージあるでしょ。あれがね、甲賀様のストレスゲージなんですよ。ちょっと何言ってるか分かんないかもしんないけどなんかね、特定の技を繰り出すとストレスゲージが溜まってくるんですよね。で、満タンになると気絶するんですけど気絶する直前にストレスを光線として放つことができるんですね。 ZR のとこに書いてあるんだけど、ストレスゲージが一定以上あるとき開光線の術を放つ。これで放つビームがめちゃくちゃ強いの。これをストレスのゲージをうまく管理するのが大事だと思うんだけど、
とね、ちょっとここまで説明しても何言ってるか分かんないかもしんないけど、じゃあどうしようかな。とりあえず目的地の4箇所にみんなを派遣しようかな。じゃあリンクはここに行って、シドはここ、テバにはここに行ってもらって、コウガ様はとりあえず近場のここを救援してもらおうかな。ハイリア隊長が苦戦中、ここだな。まずは技がまた面白いんだよね、このほらイーガ団の幹部に担がれながら突進したりとかさ、あとはなんか自分と殴り合うみたいなのあんだよな。ちょっとこれも何言ってるか分かんないかもしんないけど、ほら分身の自分と殴り合うのでこれめっちゃストレス溜まるからこうやってビームを出せるんでちょ、このビームをちゃんと中ボスっぽいやつに当てると強いんだけど、あ、いた、そこに氷のモリブリン、あいつにビーム当ててやりてえな。まずは殴り合いでストレス溜めてちょっと難しいんだよな、甲賀様の扱い。よし、いけ、ビーム、ほら、あっという間にゲージ削ったでしょ、開口戦に術当てたら。やった、俺様がやった。これで拠点奪ったので、じゃあ一人ずつ頑張ってもらおうかな。うん、甲賀様面白いキャラでしょだからストレスゲージの管理が難しいんだよね。あの真ん中のとこも一応行ってもらった方がいいかな。うん、じゃあ甲賀様はそこ行ってもらって、目的地に近いのは今はシドかな。よし、シド王子の強さも相変わらずだな。で、偵察より戻りました。神殿に残存兵がいる模様ですが、道中は瓦礫で埋まり、往来は困難です。俺たちならひょひょいと乗り越えられるが、なんか頼もしく見えるな、言い方だ。身軽だもんな、こいつら。神殿の兵士を全員助けるとなると難しいな。なんか真剣に考えてくれてるもん。ほんとちょっとした思想の違いだったんだろうな。めちゃくちゃ頼りになるじゃん。最初からこんなんなら争う必要なかったと思うんだけどな。海星の祠を起動できない。あそこまで転移すれば。あ、海星の祠。リンクが復活した場所、グレーと別のルートで神殿に向かえるな。このガーディアンの機能を使えば起動できるはずだ。コウガさんって今呼んだ。祠の起動に手を貸してもらえませんか。あなた方ならすごい喋ってる。瓦礫を越えられるそうですが、ハイラル王家の者が俺たちに頭を下げるとは複雑だがいいだろう、若い衆行ってこい。でもなんかそうだよね、そのシーカー族の人たちとハイリアの人たちが仲悪くなるきっかけみたいなのが確かあったんだよね、その歴史を紐解くと。なんかブレスオブザワイルドでもそういう話多少は聞いた気がする、うろ覚えだけど。うん、で若い衆行ってこいでどうすんの。あ、とりあえずシドは制圧したので、シドも神殿の方、多分神殿ってここのことだよね、こっちの方向かってもらおうかな。で頼むぞテバ。ん、待って、祠の起動のためにこの子を連れてってください。おーし、言い方に預けて大丈夫か。信頼してんな、めちゃくちゃ信頼してんじゃん。まあ信頼していいと思うけど、よいしょ。ちょっと待って、あんまり使いこなせないな、手羽使うのちょっと久しぶりで。ほんとこんだけキャラが増えると久しぶりに使ったキャラの挙動がちょっと分かんなくなるんだよな。一応手羽も必殺技ゲージ貯めてから別のとこ行かせようかな。この弾幕張りながら飛ぶのがすげえ強いんだよね。今ならやれそうだ。でチャージした爆弾矢を振らすと、手羽も強いよな、大勢相手にも怠慢にもどっちにも強いから。あ、今のファイアウィズローブでよかったのか、目的の敵で。
囲まれたか。イーガ団幹部が黒ヒノックスたちと戦い始めた。あそこか。行ってやらないと。なかなか祠にはたどり着けないようですね。助けに行きましょう。行こう。まあその辺にもう人送ってあるからな。リンクには勝手にこっち来てもらって。任せろリンク。頼むぞ指導士。やってやろう。いやー強いね。ちゃんと入力成功させる技術を身につけたら本当に強いキャラだね。このタイミング、これでまたよろめくから、あ、まずい。これはビダロック。でスマッシュまで持ってけちゃうね。いやー強いぞ。あ、なんかもう一体いんのか。こいつももうシドでやっちゃうか。このまま邪魔だぞ。結構ダメージ受けちゃった。いや、イーガ団幹部とか普通に一緒に戦ってんの面白いよな。あ、どうした？なんかドローンしちゃった。え、白銀のライネルが現れた。あ、それか。ちょっとシド王子に負担かけすぎてんな。あ、でもなんかここの拠点奪おうとしてんのか、他のみんなは。どうしよっかな。誰に生かそうかな。白銀ライネル、甲賀様には2位重いかな。いやー、でも生かしてみるか、甲賀様。技使っちゃおう。技ちゃんとかっこいいな。で、ボコボコ殴り合ってビームだー。これ当たってるちゃんと。いや、このビームすごい削るのよ、あのウィークポイントゲージ。ほら、もう破壊した。すげえじゃん、甲賀様。あ、まずいまずいまずい。ふう、つい油断しちまうぜ。いけー。わ、白銀のライネルのウィークポイントゲージなんてあんな早く削れないぜ普通。あのストレスビームハマるとすげえ強いんだよ。でもやっぱどのキャラもちゃんと強いね、このゲームは。そんな極端にダメなキャラっていないような気がする。いいぞ、甲賀様一人でやっちまった。おう、嬉しい活躍だな。みんなが甲賀様を認めてくれてる。で、改正の祠の起動に成功しました。大活躍よ、イーガ団も。これで神殿へ迎えるようになりましたね。救援を急いでください。でもなんかどうしよっかな。そう、この辺の拠点とかも一応奪っておきたいんだよな。やっとこ、やってから行こう。よし、一箇所奪って、もう一箇所は手羽がいる方。よし、制圧しましたね。じゃあ、あ、まだ神殿の中突入するわけじゃないのか。あ、なるほど、シーカータワーがあそこにあんのね、今光ってる場所。あそこに行って神殿の中の方にワープするような感じ。じゃあとりあえずリンクに行ってもらおうか。ワープ。他のみんなも後から別のルートで来れたりするよね、多分。お、うわー、懐かしいぜ、改正の祠。ブレスオブザワイルドではこの中で寝てたんだよな、すやすや100連間リンクが。で、ハイリア隊長たちを救援する。怨念のガーディアンたちを倒しか。リンク連れてきて正解だったかもな、マスターソードが強いから。コロギー、一応ね。ん、助けてくれ。ああ、この辺、この下り坂のとこで王様と出会ったんだよな。ブレス・オブ・ザ・ワイルドの時ね。お、怨念ガーディアン来た。そういえばもう一部のキャラはね、必殺技ゲージが3本あるんですよ。
こう溜め込んだゲージ使えるタイミングでは使っとこう。よし、やったぜ。もう削れちゃうな、爆弾とかで。よし、倒した。で次は真ん中んとこで、多分あれだな、なんか今ここバツついてるけど通れるようになってみんなこっちから行けるよね、きっと後々。あぶねー、ポワオーで一斉に突撃してくるパターン結構食らっちゃうんだよなあれ。で中入っちゃおう。白銀モリブリンがいるけど、お、隊長戦ってんね。まとめてぶっ飛ばしちゃおう。よし、もう瀕死じゃん。強えなリンクやっぱり。で雷のガーディアンが現れた。あ、外だ。この神殿の方じゃなくて、ヘルプ助けてくれ、本陣敵が押し寄せてきたぞ。ってことは何、別のキャラに切り替えちゃっていいの？まだ増え上がるのか。うん、踏ん張りどころですね。一生懸命戦ってくれてんな甲賀様。でもそこがちょっと拠点になってるから、敵のこん中一応ここ奪ってから別のキャラに変えよう。よし、ここ制圧して、じゃあどうしよっかな。あ、なんか今の間にみんな派遣しとけよかったな。一応なんかフラフラさせちゃってたわ。ちょっとみんな頼むよ。よし、一体撃破。よし、我ながらいけてたな。仲間がすごい群がってんな。インパにロベリーに、自らを焼く炎に苦しんでるタイプのヒノックスね。おお、一気に削るねテバさん、今のすごいな。いやー、このメンバー使いやすいな。よし、自らの身を焼く炎に苦しんでるタイプのヒノックス倒して、あともう一箇所だな。今ならやれそうだ。いや、すごいケチらしようだな。強いわ。よし、甲賀様頼むよ。おっ、イーガ団幹部がガーディアンを倒した。あ、なんか幹部が勝手に倒してくれちゃったガーディアン。あ、これで終わり？乗り切ったの？あ、なんか今回早かったな。前回なんてめっちゃ長かったのに。姫様、魔物と戦っていたという人物ですが、ん？え、そんな、まさか、あれ、そんな人物の話あったっけ。王様じゃないよ、魔物と戦ってた人物。あれから続報なしだもんね、敵の中に飛び込んでって。まあ、普通に考えたらやられたのかなって感じするけど、イーガ団ですら仲間になってんだから。まあでも今回はこれで終わりか。その話はまた次回かな。あ、でもムービーあるな。始まりの第一話、ブレスオブザワイルドでも王様と出会った場所だしね、リンクと。あー、いたー、よく生きてたなこの人。あ、ちょっと嬉しいなこれ。お父様、ご無事だったのですね。これなんか白く光って消えたりしないよね、幻でしたみたいな。これのおかげよ、パーッつって。あ、それは母上の形見。これがわしを救ってくれたのだ。あ、これやっぱり意味のある物品だったんだ。
あの時、うん、ガーディアンに囲まれてたもんね。ゼルダたちを逃がして、そんな着信が来たみたいな。おおおお、よく使い方分かったな。自然とそういう行動を取ったのか。それのおかげで今まで生き延びてたのね。誰かの助けになりたいというお前の心、わしはその心に救われたのだ。真に己の責務から逃避していたのはわしの方だったのかもしれぬ。許せ。そんな、お父様はどんな時も誰より私を思ってくださっていました。これまでお父様が追われてきた重荷をこれからはどうか私にも負わせてください。ゼルダよ、お前はわしの、いや、ハイラルの誇りよ。お前の力があれば厄災を封じることも叶おう。感性豊かすぎる。各地に残る全ての戦力をハイラル平原に集結させよう。いや、あいつらいいやつだろ。ゼルダと共にハイラル城を奪還するのだ。いや、力に目覚めてからのゼルダはすごい、なんか言葉がスラスラ出てくるね。王の前でも自信に満ち溢れちゃって、いや、よかった。でもあの二人のこういう対話もブレスオブザワイルド世界ではね、実現しなかったことだもんね。ガノンの復活があと1日遅かったら2人はああいう話できたのにっていう感じだったから。仲間になるの、戦うの、この人。この感じだとでかい体験持ってるけど、ハイラル王国の国王でありゼルダ姫の父親、本名はローム・ボス・フォレームス・ハイラル。なんか日記にそんなこと書いてあった気がするわ。へえ、いや、まだ増えるとはな。ああ、王様っぽいアイコンある。王様を強化するやつだな、あれ。じゃあまた次回王様使ってやらないと。じゃあハイラル奪還戦、あ、もうなんか結構あれじゃない、間もなくじゃない、城取り返すの。ハイラル奪還戦か。で、また次回も4人自由にメンバー選べるから。おるおる、王たる者の責務果たさん。はあ、誰も何も言ってくんね。誰も答えてくれない。ゼルダとはなんかこういうの会話あるでしょ。あれ、次回って英傑4人使えないの？神獣使うのかな、この4人は。神獣に乗り込むからメンバーに加えらんないとかかな。さすがにゼルダとはなんかあるよね。この力を皆のために。無理をするでないぞ。うわ、優しくなっちゃってる。元から優しかったんだろうけど、もう立場が厳しくさせただけで。逆は、王たる者の責務果たさん。どうかお気をつけて。ああ、こういうの会話があるんだね、この二人の。執政補佐官インパ、参ります。なんでだよ。なんかあっていいだろ、インパにも一言。誰も答えてくれねえ。いやー、じゃあこの辺またね、
王様のコンボ増やしたりとか、ちょっと強化して次回は連れてってみようかな。ハイラル奪還戦ね、熱いね。ゼルダも連れてきたくなるね。じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。